8年にも死去されて、そういう頃にやっぱり、そうですよね。これを果たして再現できるか緊張してますか。頑張ります、まあ、頑張るって何を頑張るかってふうに思うかしてないですけど、でも命かけて頑張ります。当時70年代にサンローランが発表してすごくセンセーショナルな話題になった写真なんですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。したら、可愛いですね。あれなんですか。可愛い。本当入ってない。でも入ってる。はい、どうでしょう。大丈夫ですか。背中バックすると。いい背中だと思います。オッケーです。いい、ありがとうございました。そのまま動画出すのがやんで。まあ、あの履いてますよ的な感じです、ね。え、何ですか。何ですか。まあ、自分が言うのもなんですけど、本当にサンローランにちょっとすごく、まあ、似ていてびっくりしたので、このトレードマークのメガネをかけてみると本当すごいそっくりな感じがして、やっぱこの元の彼のにイヴ・サンローランになんか近づけるような再現率ができたのかなというふうに僕は思いたいです。やっぱりそのパリコレで僕がものすごく一番好きなブランドの一つのやっぱりサンローランのショーに出ることかなというふうに思いまして、ショーに出させてくださいってお願いしたいっていうのが一つの願望であります。ありがとうございます。なかなかすいませんでした。こちらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日は栗原さんオールアップです。ありがとうございました。ありがとうございました。一人の男の登場がファッションの世界を変えた。イフサローン、la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Le défilé approche. On n'a rien pour commencer à travailler. Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ? Non. Des fois, je ferme les yeux, puis je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres. Je n'y arrive pas. Top を走り続けた天才が見た天国と地獄。サンローラン。